鍛え上げられた肉体にくびれたウエスト、皆さんも欲しくないですか？コロナ禍で健康志向が高まる中、筋トレ人口が年々増加し、トレーニンググッズも続々と登場しています。おかげさまで前年の 130% を超えております。女性目線の筋トレグッズも多く、誰でもお手軽、簡単にできるものに進化しています。今話題のトレンドや知って得する情報が10分でわかるひるおびライフ、今日は今売れている筋トレグッズを紹介。さらに己を鍛えることに魅了された男の戦いに密着しました。ナンバー190番、斉藤慎太郎選手。さあ皆さん、良い筋トレはなさっていますでしょうか？良い筋トレ、はい、私はですね、まあ、筋トレ趣味なので、はい、ちょっと恥ずかしいんですけど、このような腹筋を作り上げてみたりもしましたが、実はですね、私だけじゃないんですよ。こちらご覧ください、はい、本日ゲストの杉浦さん、素晴らしい大胸筋持ってらっしゃいます。持ってきてますけど、はい、ちょっと恥ずかしいですね。いや、はい、結構やられますか、トレーニング？昨日もやってきました。昨日もやってますね。でも本当にですね、今トレーニングやる方が増えているんです。今日はですね、トレーニング、それからフィットネスについてご紹介をしていきます。はい、お願いします。まずですね、この筋トレ市場を拡大しております。笹川スポーツ財団の調査によりますと、週1回以上筋トレする人、2006年523万人でしたけれども、2020年2倍を超えて増えています。1386万人ということなんですね。さらにオンライン講座のストア化ですと、2021年の筋トレ関連の受講者数、2019年と比べておよそ50倍に増えているということ。もう本当に筋トレする人が増えているんです。ですので筋トレ関連グッズも今大盛況でして、はい、筋トレ歴およそ10年、こちら長浜さんお世話になってますけど、お話を伺いました。努力だけではどうにもならぬ給料と違い、筋トレは正しくやれば目に見える成果がありハマるということなんですよ。普段ね、長浜さんってあの経済関係 で経済のお話とかを聞いていますけれども、ええ、実はこんな素晴らしい肉体を持ちだったという。あ、そうなんだ。そうなんですよ。知らなかった、はい、ということでですね、このなぜ筋トレ広まっているのかというところ、背景には働き方改革、テレワークの推進などで少し時間ができて、その時間を有効的に使おうという方が増えたそうなんです。まあ、当然トレーニング広がっていますので、筋トレグッズの売れ行きも好調です。売れ筋どうなんでしょうか、どういったものがあるのか、ロフトを取材しました。ご覧ください。渋谷ロフトではここ数年筋トレ関連のコーナーを拡大し、売り上げも伸びているそうなんです。鍛えたい方も使えるものと、でもお子様から女性の方、まあ、全ての年齢の方が簡単に使えるものなど、さまざまな種類をご用意しております。こちらではおよそ500種類の筋トレグッズが並びます。一番人気はのびーるフィットネス、はいはい、ゴムの硬さはソフト、ハード、スーパーハードの3種類。スーパーハード、はい、手や足にゴムをかけて引っ張ることで全身のストレッチができます。こちらスーパーハード、一番はい頭で、はい、私ですと全然こう伸びないんですけど、ぜひこちらをお試しください。いいですね、スーパーハード。わー、いい、いい。まあそうですね、普段鍛えている人などはスーパーハードおすすめです。そして子供にも人気で今売れているのが体幹ぴょんぴょんホップステッパーというものです。お、乗ると結構沈みますね。結構ね、吸収される感じがありますね、ジャンプするとね。だからしっかりと体幹を保たないと軸がぶれて倒れそうになっちゃうんで、ぴょんぴょん跳ねるだけで手軽に体幹が鍛えられて全身運動にもなりました。他にもトレーニングとマッサージがこれ一つでできるほぐしダンベルボールなど、見た目もおしゃれで使いやすい商品が人気です。はい、女性も多分筋トレする人が増えてきてると思うので、こういうの家にあっても、なんかこうお部屋に飾ってあっても違和感がない。さらに筋トレ人気で今売り上げを伸ばしているのがプロテインのコーナーになります。すごい、たくさんのプロテインがありますけれども、
ちょっとプロテインというとまずいとかマッチョな男性の飲み物とかいうイメージあると思うんですが、もうその考えは古いです。しっかり鍛える方用というよりは、まあ、女性向けの、美容成分が入っていましたり、あとは味がとても美味しく変わってきております。およそ40種類の中で一番人気なのがマリネスプロテインです。こちらタクトレクリエイターの竹脇まりなさんがプロデュースした商品で、ロフトでは直近2ヶ月でおよそ6000個販売したそうです。今回特別にチョコ味をいただきました。振り慣れてますね結構日々やってますからね。チョコレートの香り、いただきます。あ、美味しい。うん、さらっと飲みますね。あ、これはいいですね。うまい。さあ最後にご紹介しましたこのプロテインですけれども、はい、1日分のビタミン11種類を配合しています。さらに乳酸菌100億個も入っていますので菌活も実現できると。で、用途によって使い分けができます。まず美容向けですとヒアルロン酸、コラーゲンペプチド、セラミド、プラセンタなどが入っていて、肌に嬉しい成分を多く配合し体の中の中からですね美しくさをサポートできるというものなんですが、日比さんの前に今、はい、このロイヤルミルクティー味があります。ロイヤルミルクティー、ロイヤルミルクティーいただきます、はい、おしゃれプロテイン、うん、どうですか。ロイヤルミルクティーですちゃんと、はい、そうなんか粉っぽかったりドロッとしたりとかそういうところはとろみはしっかりあるんですけど、うん、粉っぽさは全くなくて喉越しがすごく滑らかで、滑らか思ってたよりもすごく美味しい。そうなんです、美味しい、本当に味レベル上がっていまして、なんか我慢して飲むイメージだったね今まで。さらにですねダイエット向け体を作るというところではカプサイシンで脂肪燃焼、必須アミノ酸で筋肉を作るというところでブルーベリーヨーグルト味、今杉浦さんの目の前にございます。飲んでみてください、はい、いただきます。あ、本当だ、飲みやすいわ。美味しいですか。溶けがいいですね、本当にね、粉っぽくないから。ダマになってない。ダマになってないです。これが重要なんですよね。で、長浜さんに伺いますと、筋トレなどによって健康な人が増えていけば医療費、さらに社会保障費の抑制にもつながり日本経済にプラスとなるということで、筋トレは日本を救うと長浜さんもおっしゃっています。なるほど。さあ、そんな筋トレ大好き、趣味である斉藤アナウンサーなんですが、実はある夢の舞台に挑戦してきました。我が後輩斉藤慎太郎の男の挑戦、この後密着でご紹介したいと思います。あ、いいポーズ。一皮向けました。さあ、筋トレが生きがい、斉藤慎太郎アナウンサーがですね、ある夢の舞台に挑戦しました、はい、努力を重ねてここにたどり着いたんです。それがマッスルゲート東京ベイ大会、出場したのはメンズフィジーク部門です。このフィジークというのも体格という言葉なんですけれども、この大会ではサーフパンツを着用していて、誰を、どんな人を決めるかというと、はい、海が似合う男性を決めるといった大会になっているんですね。さあ、この舞台なんですが、斉藤慎太郎アナウンサーも入社した時からずっと言ってました。大学生の時から筋トレの動画が大好きで、大会に出場するというのは憧れ、夢の舞台だったということで、その夢を叶えに初出場です。この板チョコとも言われたこの腹筋、ネットニュースにもなってましたね。じゃあ、どんな大会だったのか密着しました。映像をご覧ください。試合開始のおよそ3時間前に会場を入りしました斉藤アナウンサー。先輩にナレーションやってそもそもしてきちゃった。こうやってね、試合前ビビっちゃうわけですよね。少し緊張気味ですね。緊張してるんだ、はい、マッスルゲート東京ベイ大会を開催いたします。ついに開幕しましたね。あ、そういう感じですね、今ね。やっぱパンプアップするとまた全然違って見えるはずなんですよ。ギリギリまでトレーニングに励みます。少しでも筋肉が膨らむように。さあ、いよいよ臨戦態勢です。ここで斉藤アナに内緒で会場にやってきたのは小澤光輝アナウンサーです。斉藤アナの1年後輩、披露日ではヘルシーボーイズとして大活躍中です。私の応援で優勝してほしいです。頑張りますよ。まあ、何度もお世話になってます。
176cm 以下級です。選手入場。 TBS 入社3年目斉藤慎太郎25歳。男の戦いついに始まりました。今回出場しているのはメンズフィジーク部門。審査のポイントは上半身がバランスのいい逆三角形であること、そして肩幅の広さ、さらにはウエストの細さ、そして最後に爽やかさ求められます。その頃観客席では、どこまでドキドキしてきました。本来のボディコンテストですと、この独特な掛け声で応援するというのが恒例なんですが、今大会では声を出しての応援は禁止です。そこで後輩小澤アナが考えたのは、落ち着いて今日は尺無制限、綺麗なシックスパック、さすが6チャンネル、肩にビッグウェイ。事前にですね、ボディービルの掛け声時点で勉強してきたということで、応援のためにスケッチブックを用意して大会に臨みました。さあ、後輩の思いは届いたのでしょうか。あれ、斉藤アナ、はい、ちょっと二度見気づいてます？笑顔も見えましたね。気づいてるね。なんかすごかったです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。小沢光輝ですよ。あいつ、あいつ仕込んだ、本当に。でもあれのおかげで笑顔になりました。小沢君様様です。はい、後輩の嬉しいサプライズ、笑顔もこぼれました。さあ、決勝に進めるのは13人のうち6人。結果はいかに。番号言います。190。見事初出場にして決勝進出です。よかったです。決勝残りました。決勝残りましたよ、はい、お疲れ様です。びっくりしたわ。いやでもね、本当ね、正直ガチガチだったんだけど、もう目に入った瞬間にね、思わずねニコってしちゃったのよ。 そっからね、多分本当にちょっと気が緩んでいい感じでリラックスしてできました。ありがとうございます。爽やかさもね、ポイントですものね。さあ、いよいよ決勝です。入念に準備です。優勝したいですよね。アナウンサーとしての業務をこなしながら、およそ4ヶ月にわたって食事制限とトレーニングに励んできました。ナンバー190番、斉藤慎太郎選手。続いてナンバー193番、大原和也選手。さあ、ファイナリストとして順位の発表を待っています。どんな気持ちでしたか、斉藤君。いや、もう決勝まで残ったんで優勝したいなという思いで、こう6位から呼ばれていくので、なるべく名前呼ばれるなっていう思いで待ってました。さあ、果たして順位は。緊張の表情です。第2位、ナンバー190番、斉藤慎太郎選手。よって優勝はナンバー194番、エーモン・ナルセ選手です。おめでとうございます。さあ、ということで斉藤慎太郎選手準優勝という結果でした。でもこれ2位という結果、嬉しい分もちょっと悔しさも残るという感じですね。やりきったんじゃないでしょうか、今は、うん、夢の挑戦を終えた斉藤アナウンサー、今の気持ちは。脂っこいものを食べたいです。脂っこいものを食べたい、とにかく食べたいですね、はい、素晴らしい、ありがとうございます。よく頑張りました。
いやもう本当に頑張ってるの見てたから、はい、もう本当なんかちょっとうるっときちゃいました。ありがとうございます。どうです、悔しかったのもあるんだろうけど。そうですね、悔しさ半分嬉しさ半分という感じでしたけれども、うん、あの憧れの舞台立てて本当に嬉しかったです。うん、杉浦さんどうです。また火がついて次の大会も出るんじゃないですか。出ます、ね、はい、絶対出ます、ね、師匠からもご意見をいただいて。おめでとうございます。ございます。じゃあ次回また楽しみですね。頑張ります。